続きをやっていこうかな。テムに変わるか。テム戻って神の山みたいなところに今いて、キノコの雫を使って道を開拓していくっていう状況だったはず。んで下は前回行って宝回収したからこれ大丈夫か。おーおおおお、あの紫のやつで跳ねてるんだね。あれにそういう効果があったのか。このやつ跳ねるんだ。トランポリンみたいになってんだな、あの紫の部分。んで戻ってきたものの、左にそのまま行っていいのか。2体いる。これあれか、画面切り替わりの時に敵がいるから倒せないみたいなやつか。戻ってくるよねこいつら。戻ってきたところ返り討ちにするか。ダークライヤー使えるフリーダンの方が有利だったかもしれない。オッケーオッケー、倒して。あいつ今下向いてきたな。横しか振り向かないもんだと思ってたんだけど、意外と縦方向にも視野があるみたいで。縦向いてる。で回復してもあんまり嬉しくない。そんなダメージ食らってなかったからな。でここでまたぴょんぴょん跳ねるから、これここで使うんじゃない。ここでこれ使うと何か起きる。使ってみることにした。茎の途切れた場所にキノコの雫を注いだ。どういう原理だよ。なんでキノコのよ、キノコのだし汁みたいので道ができるんだ。これはそのまま上行っていいのかな。他なんか取り逃してるもんとかないか。こことかちょっと怪しいじゃん。前回さ、自分のまあ編集しててこっち側行ってないなっていうのあったから、これこっち行ったらこっち行ったらなんかつながる。おお、こっちの大陸。あーでも近いか。ここにただ飛び乗ることができるだけで、ちょっとだけショートカットできるっていう道だったんだね。でこれ左に行ったら行ったで、これキノコの雫だったのこっちだったっけ。でキノコの雫は一回使ったらなくなるんだ。何回でも使えるわけではなくて、でもこれダンジョンの雰囲気から言ってもう何個かキノコの雫が手に入りそうな気もする。なんででもあれだよ、その宝箱の中に入ってんだろうな。あーこれフリーダンじゃないとダメだ。フリーダン必須だな。あでもこっから倒せるか。あダメだ、無理だ、短かった。ちょフリーダン今回はテムじゃなくてフリーダン大活躍する回になりそうだな。これはフリーダンで滑走していく。あ勇ましいなこの姿で。戻ってきてこっちで合ってるよな。こっち行って上行って左。もう今朝にこれ撮影して、もう眠て。右左向かねえんだなあいつ。ほい、まあ甘んじて受けるよ。HP は今いっぱいあるから別に問題なし。まあダークフライヤーで倒すのが汚いかもしんないけど、あ気づかれた気づかれた、ターン剥がれたわ。ほい、でジムはしっかり回収。んでよ、あーいるな、風神みたいな小僧、風神小僧。でこいつ倒して、このシャレ神戸は2種類しかいない感じか。もう何種類か出てきてもおかしくはないと思うんだけど。でアリアドスを倒して、あミラクジ見てになってんなここ。これでもこの紫のがまだ、おおいるね風神。至近距離で倒せば問題はなし。でこの紫のがまだ至る所に点在してるってことは絶対あるんだよ、そのジャンプで飛ばなきゃいけないような場所が間違いなくあるはず。ん？どうした？あ？どうした？ああ、大丈夫だった。
っと一瞬画面がフリーズしてしまったけど、どうってことね。んーで下行けばいいのかな。右、ここはなんだ。いると思った。少しだけ開けたこういうラフレッシャーの頭の上の部分ってさ、大体こいついるよな。テムに似てるよな、笛持ってるしな。テムも横笛だし、てかローラに教わった歌あるじゃん。全然使ってねえよな。最後に使ったのいつだよっていうぐらい使ってねえよ。当時は開発したスタッフとかもさ、この何横笛吹くシチュエーションをもうちょっとふんだんに取り入れていこうとか思ってたんだろうけど、あーこれあれだな、ダークフライヤーでやるべきだった。ダークフライヤーでやろう。で回収して、まあ制作する途中でいろいろ方針変わるのっつうのはやっぱあるよね。ダメージは甘んじて受け入れて、ここは何もない。道は合ってんのかな、多分割と一本道だと思うんだけど、いかんせんフィールドがアミラクジみたいになってて、なおかつ広いから、何かの取り逃し、そういうのがありそうで、ちょっと心配にはなるよね。ここに来て風神増えてきてるな、笛吹き小僧。んでよ、こっち、おシャルコーベ、お宝。宝の前に立ったらさ、あ、またキノコの雫。宝優先になるよね、攻撃よりもね。おで HP も回復。意外とあれだな、 HP 減ってたな。まあゴリ押ししながら行くのはそこまで良くはないけど、やっちゃう、それが俺。んで下行って戻っていいんだよな。戻って、なんかもうこのキノコの頭がなんかもう なんつうんだろうな、ハスコラっつうかさ、ハスコラとは違うけど、ゲシュタルト崩壊するよな、こんだけ重なってたら。この辺のなんか裏とかカビ生えてそう。で左行って、今度はどこで使ったらいいんだろう。こっちっぽいよな、このマップは。こっちから来てたよね。上なんもないよな。もうどこをどういう風に歩いてきたかをもう自分自身で把握してない。こっち行き止まりになってるでしょ。まあ取り逃しは、うん、ないと信じよう。一番心配なのがやっぱ赤い宝石なんだよな。動画終わって、動画っつうか実況動画全部撮り終えたら撮り終えたで、前にも話したけどさ、その赤い宝石の全場所紹介動画みたいなの作ろうと思ってたけど、撮り逃ししてたら2周する必要がある、から、まあ、なるべく探したい。てか今のここ必要だろうな、キノコの雫。てかそもそも自分でまだ確認していないんだけれども、赤い宝石の全場所紹介動画がすでに YouTube に上がってるのかどうかっていう部分、上がってないのであればいいんだけど、もうすでに誰かが上げてるんであれば二番煎じとかになるから、うーんって感じなんだよな。まあ基本的に実況以外で当たるんだ。実況以外でやりたいのっていうのは、おお今フリーダンのバック取ったな、あいつ。実況以外でやりたいって考えてんのが、あれ敵7なのにいないのかも。まあ、実況以外でやるとしたら、まあ、そういうアイテムの紹介動画とか、あるいはボスブッチ、ボスを全員倒す系の動画。うわ、いっぱいいるな。あの紫のシャレ交尾が横一列になった時が、うわー最悪だ、やりにくい。こいつらは多分一層この辺。うわー、スカッた、射程距離が近すぎた。これどう、え、取れねえじゃん。こうか。うーわ、34体もいんのかよ、言いすぎじゃねえ。あー、なんか一人空気の読めないやついんな。オッケーオッケー、
あ、これ届いてる？あ、届いてるわ。はめして。当たんないんだよな。当たったか。ダークフライヤーが大体、斬撃の 1.5 倍ぐらいのダメージ量。また風神はいない。今度こそこれあれなんじゃないの？フリーダのパワーアップじゃないの？ほらー、ようやく来た。新しい闇の力授けてくれ。なんだ今度は。闇の力、オーラバリアが使えるようになった。オーラバリアとは何ぞ説明してくれ、ガイア。オーラバリアは闇の戦士フリーダンだけが使える闇の力。あと、でもこのオーラバリア以外にもう一つぐらい覚えられるよね。スペース的な意味合いでね。この力は自分の周りにオーラでできたバリアを張ることができる。攻撃ボタンで力をため、LR 交互に押すが良い。もうテムの、なんだっけ、スピンダッシュ的なやつか。フリーダーの力オーラバリアは自分の周りにオーラの坂を、オーラの板を回転させることができる。山の聖域の敵は強い。この力を使うことで戦いはだいぶ楽になるはずだ。そろそろ今までの冒険を記録しておいて、公式がさ、公式が言ってるもんね、敵は強いってね。これで何 ?LR? え？短くない？一瞬だけじゃん、念の。LR 押し続ける？関係ないか。一回出しちゃったら、もう出てこないのか。あ、しかもこれ一回押すだけでいいのか。なんだ、交互に押すとかじゃないのか。溜め切ってから、じゃあテムのさ、テムのあのぐるぐる回るやつも一回押すだけでよかったんだ。なんか LR 交互に押すっていう風になんか認識してたけど、全然違うわ。そういうのじゃないんだな。連打ゲー的な。めっちゃ回ってんな。連打ゲー的なもんだと思ってたんだけどさ。そういうのじゃないんだな。闇のバリアが自分の周りを回転する。これいる？そんな重要そうに感じないんだけどさ。RTA の人とかだったら、なしでやってる人とかもいそうだよな。これが必須になるとかあんのかな、でも。移動手段がさ、テムの場合はほとんど移動手段として使えるけど、おそのフリーダンの場合、これといって移動手段として使えないじゃん、今の新しい。名前忘れたわ。オーラバリアか。そういうのなしでも全然ご利用しで、どうにかいける雰囲気醸し出してるからな。またなんか、あ、完全にアミダクジだよな、これ。アミダクジか決勝トーナメントみたいなさ、決勝トーナメントじゃなくてトーナメント表みたいなさ、同じとこ回ってるか。これは同じとこ回ってるよな。ここにツタがあって、え、同じとこ回ってる？どこだよ？あ、こっちか。ほう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 。んで、どこ行ってんだ、これは。行ってなさげなところ行くか。こっちから来てるから、こっちから来てるんだね。こっちから来て、関係はないな。じゃあ上にそのままガンガン行きゃいいのか。まあ、行き止まりがあったらあったで、キノコの雫とか思ってないけれども、いまいちサイコバリアの、オーラバリアか。使ってみるか。待て、溜まってなかった。押したんだけど。あれ？ L 一回さっき押したら出せたような気したんだけど。OK, 出して。いやいや、消えるの早すぎだろ。今当たってなかったからよかったけどよ。完全に出し切ってから、ほい。うわ、これ、微妙だな、今。でも、オーラも敵にダメージなんてなかったか。これの用途がいまいち、わからんけれども、ボス戦で使うとか、これじゃないとダメージ与えられないようなボスが出てきたら、割と絶望なんだけど。あ、強いわ。ほう、ある程度距離を保ちながら、離れて攻撃する感じか。
剣よりも射程距離は長そうではあるけれども、一回一回貯めないといけないから、風神とかだってさ、もう隣接して戦えばダメージ食らうことなく倒せるっていうのが判明したから、そんなに脅威でもないんだよな。んでこいつ倒して、まあ、ダメージ食らっても1しか食らわんしな。これが4とか5とか食らうんだったらオーラバリアを使って戦うかもしんないけれども、そもそもオーラバリアも少し射程距離が長くなるだけで中間距離程度の長さだから、そうなるとあの風神の射程距離に入るんだよな。だから意外とそのこういう状況だったら役に立つか。風神対策はそんなにできない。待て、しっかり溜まってなかった。ほい。で、バリア出して、全然守れてねえじゃねえかよ。もっとなんか、重厚な、あの鎧の枚数をよ、あのバリアの枚数、5、6枚にしてくれるんだったらいいけどよ、2枚って、結構ガラ空きだぜ。んで、ある程度倒して、こっちは、おー、どこまで行くよくわかんないとこまで、おーおー。キノコの雫。なんとなく最後っぽいな。もうこのダンジョンも割と大詰めくらいのところまで来たと思うんだけど、帰り道がない。気になるな。まだ多分探索しもれてそうな気がする。風神いるな。先にあれだな、敵に気配見つかってしまったら状況は良くないな。で、帰り道はこっちか。帰る前に他に行けそうなとこ探索するか。いっぱいいる。こいつは普通に倒して、こここそバリア使って一気に突破。おー、気持ちいい。気持ちいいけれども、ダメージはやっぱ食らってんだよな、微妙に。完全になんか取ってつけたような感じの技だけどさ。下から行ってみるか。こういう一方通行で。あー、なるほどな。こっち戻ってくるだけか。一方通行でさ、距離があるところってめんどくさいよね。何回も回んないといけないから。で、これどこに行くやつだ。まだ行かないとこ戻ってきてる、もしかして。あー、なんかもぽいな。さっき来たとこだよね、こっち。もうどんなマップだったか覚えてないけれども、まあ敵がゼロになってる以上大丈夫だとは思うんだけれども、まあ上に普通に戻るか。飛んで飛んで飛んで、うん、待って、キノコの雫があったってことはどっかに道開けるところがあるってことだよね。探索は十分にできてるはずだから、一応ちょっとキノコのタレをかけられそうな。こっち行ってなくない？あ、違う、これがこっちにつながってんのか。このキノコのタレかけられそうな場所ってどこにある？下戻るじゃん。上行って、どっか未開の場所がある。待って、どこ行ってなくてどこ行ってるか、判断しかねるな。無駄に広いからな、ここ。こっちではない。どっか戻る必要あるか。これセーブ地点、セーブ地点の方に戻っちゃうよね。これもこっちしか行けないでしょ。ここ右は行けないでしょ。左行って下の方にどっか行けそうになってる道もないし、上に行っても特に意味はなくて、待って、迷子なうだ。
雫は普通に持ってるもんな。はーん？ここ左に行くのかな。でも道がないから奥もないよね。さっきの分岐左に行くのか。左に行ってもでもあの赤いキノコが大量に群生しているところにしか着かないと思うんだけど、だよね。どっかで戻って分岐の道あったか。下の画面か。下の画面に分岐で行ける道がある。なんかそれしか考えられないな。いや、いいのか、それで。いや、いいとは思う。いや、いいか。道ねえからさ、やっぱそれしかないよね。ちょっと回復しとくか。んで、一回戻って、戻ることによって、どっか、キノコの雫を使えそうな道が見つかるかもしれんから、今日この、あ、あるじゃん。ここだよ。よかったよかった。雫垂らして7体。敵の、地図見てさ、敵のいる位置をある程度確認して、あ、こいつ先に倒す。地図見てある程度確認してからだな。その方がいいわ。敵がまだ生きてる場所っていうのはまだその未開の地ってことだから、自分では探索式。いやー来るな、いっぱい来た。んでこっちで盾がアップして、左に行ける道はあるね。これ戻り用の道だよな。戻りすぎたか。やっちまったか。別に今のやる必要なかったか。上に戻るのはどこの道だ。こっちじゃない。ボスっぽいな。ボスの匂いがプンプンするぜ。こっち行って、ここだっけ？あ、ここだな。ここの上行って左だよな。なんかボスな気がする。まだ全然そんなことなかった。ハッタいる。オッケーオッケー。あいつはシールド使うよりも、近くに行ってぶん殴った方がいい。うわ、いっぱい。こういう時厄介なんだよ。基本最高、ダークフライヤーか。ダークフライヤーの方が優秀なんだよな。無駄にダッシュしてしまった。んーで、左行って。全く使ってねえや。バリアは全く使ってない。ほい。奥のやつに当たった。で、手前のやつ。オッケーオッケー。ぶっ倒して。HP の減りがちょっと心配ではあるな。もうボスでしょ、これ。ここで攻撃アップ。で、火の玉もかわして、ゼロだもんな。いけるかな。やろう。まだか。うわ、でもなんかいる。なんかいるでしょ、これ。うわ、絶対なんかいるよ。宝あって、これボスだろ、これ。まあ、いや、やるしかねえ。今回フリーダンか。フリーダンで挑むボス戦。あ、ボス戦じゃなかった。ティアポットを見つけた。なんかあったな、これ。これについて言及していた老人二人がいたわ。なんだこれ。神の涙を受けたと言われる壺。ティアポットの様子を見に来てくれみたいなこと言ってたよな。あ、じゃあ何？これでもう戻っていいのか。これで街に戻って、あの老人たちに話しかければ、イベント発生すんじゃねえか。戻ろう。カムバック。ようやく戻ってこれた。4分ぐらい迷ってた。で、エウロの雫を、雫だっけ？ティアポットか。ティアポットを見せればいいのか。
町のいつこから魔物系が漂ってくれ。わしは魔物が町の人にすり替わってるような気がするんじゃよ。あーぽいね。それは広場の往来の人かもしれんし、お前の友達かもしれんし、わしかもしれん。お前が怪しいと思う人物にティアポットを使ってみればいい。おお、それこそティアポットを実際するものであったのか。これ B を押してさ、しかし、ね、何も起こらない。怪しいところは確かにあるわ。宝石商ジェムとかも怪しいけど、あのラーメン屋の行列が怪しいよね。もうセーブしたいな、とりあえず。ここじゃねえか。うん、この双子は関係ないよね。一度セーブしておきてえな。セーブして、こいつも怪しいよな。居住区とかって言ってるけどさ、一方通行みたいになってそうじゃん。んで、開いてたっけ？開いてたか。あの命の薬絶対怪しいよ。居住区のさ、待って、ここか。ここセーブ屋さんだよな。またまどろっこしいイベント始まるだろうから、こまめにセーブ。旅は続けるぜ。